はようございます。2024年6、7月1日広島瀬戸内ニュース号外です。大雨に警戒をしましょうと。それはね、一昨日ですかね、先週ですね、非正規公務員のね、国のね、非正規公務員、機関業務職員ですけどね、公募試験をせずに、ね、再度の採用ができる回数をね、原則2回までとする3年目公募ね、3年目には公募するというね、制限を撤廃するということがね、通知されました。3年目ね、公募のね、際にはね、もうね、雇い止めになると。で、試験をね、全くね、最初の人とね、やってくださいという話になるとね、もう大変、ね、クビになって大変と。そして、まあ、逆に言うと、そんなね、職場には、いてられねえということで、どんどんね、辞めていくという状況も起きています。そして、東京都なんかではね、4年目でね、国の制度が地方に影響を与えてね、で、地方でもね、結局ね、3年で雇いクビとかね、4年でクビと。で、現にね、東京都のね、スクールカウンセラーなんか4年でね、大量にクビと。校長先生たちからの評価も高いような、ね、保護者からの評価も高いような、そういうね、方がね、クビになっていく。現場は大混乱。ね。もう勘弁してくださいよ、ということですよ。ね。ほんと反省してほしい。国はね、総務省もね、そして、人事院も総務省も反省してほしいですよ。ね。ほんとね、もう3年でね、クビなんかされたら、ほんとね、だから、人間関係とかね、ノウハウとかね、本当にね、吹っ飛んでしまうしね。それから3年目で首と、の可能性っていうのをね、恐れてね、じゃあ、非正規公務員に萎縮する。そしてね、正規職員の方はね、じゃあ3年で首にするかもしれんぞってことでね、非正規公務員に対してね、パワハラやセクハラをすると。ね、そういうことが現に横行してると。そういう状況もあります。ほんと現場の大混乱、そしてセクハラパワハラのね、背景ともなっているこのね、雇い止め制度。これはね、やめにしていくと、いうこと。そしてね、また、蓮舫がね、都知事になると、いうことになればね、非正規公務員のね、抜本的な待遇改善、こういったものにもね、繋がってくると、いうふうにね、思いますんでね、ぜひね、蓮舫にはね、頑張ってほしいなと。まあ、いろいろね、もちろん、あの人のね、今までの新自由主義的な姿勢っていうのは大変問題でしたけどもね、ぜひね、頑張ってほしいなと。思っております。それでは最後までご清聴ありがとうございました。